高橋隆三は、日本の史術家、日本芸術専門学校講師。東京都出身。運動療法、スポーツ、中国式生態、美容矯正、リフレクソロジー、経絡、リハビリテーションなど、様々な知識を深め、ゆる体操で知られている運動科学者の高岡秀夫へも指示。現在でも、最も尊敬している人物は、高岡秀夫である。 東京都江東区大島江東病院生まれ、1歳で千葉県市川市へ転居、小学4年からサッカー部に所属、小学5年に転校、江東区大島へ戻る、転校先の小学校でひどいいじめを受ける。なお、幼少期の夢はボクシングの世界チャンピオン、喧嘩が強かった。中学校では軟式テニス部に所属、都大会に出場、高校では サッカー部に所属。高校2年の頃にベンチプレスで1 0 0ラムを上げる。サッカーの試合では主に右バックでプレー。ラフなプレーで相手のフォワードと頻繁に喧嘩になっていた。高校在学中に少林寺拳法を始める。高校3年の時、高岡秀夫著、鍛錬の方法に出会う。その背拍子にある世界最強を目指す人だけが読む本という言葉を見て、瞬時に、 俺だと思って購入している。大学進学後、極真空手の上西中の支部、黒沢道場に入門。一年で、上西支部の中量級で準優勝に輝く。極真を辞めてからは、空手の達人である、柳川正宏の道場に通うも、半年で辞め、高岡秀夫の主催する展開に所属する。しかし、展開も、一年半で解散になってしまう。 大学4年の時、キックボクシングを始める。キックボクシングは、結婚を機にやめる。大学卒業後、セントラルスポーツクラブのインストラクターになる。体軸や丹田を強くするようなエクササイズを考案し、インストラクターとして活動する。しかし、スポーツクラブと自分の方針が合わないと実感。そんな矢先、ある客に史実家になることを勧められる。 展開などで学んだ知識や構造運動学を活かせばうまくいくと思いインストラクターを辞める。その後、手術を学ぶ。一回二十万円する手術を担当するなどして腕を磨いた。また、これまでにその筋のスカウトを二度受けたことがあるが丁寧にお断りしたという。独立後三年くらいは手術して治らなかった時に自害するために懐に小刀を隠し持っていた。 また、極端にのめり込む性格から、センター鍛錬をしながら死ぬことを望んでいた。2003年を台場で、独立。2004年を台場で、ヨガ教室開始月経血コントロールヨガ公案。2006年、株式会社寺小屋代表取締役就任。2008年、株式会社寺小屋を、売却。2015年4月一般社団、法人体軸コンディショニング。 協会設立大軸コンディショニングスクール開設、2016年12月、株式会社メタキネシス設立、伊藤智康氏、キックボクシング WMC 日本来時王者。ありがとうございます。